寒いね、うん、5度ぐらいだな、5度ぐらいかね、うん、うん、今多分今日通知来ねえぞ大体こういう時に来ないんだよね、笑えるよね。来た通知来ました。あ、いてて今来ました。はい、さとみさん1個目ありがとうございますね。はい、ゆうさんこんばんはね、2個目ありがとうございます。はい、かずえさん3個目ね、ありがとうございます。みなさんこんばんは、くよさんこんばんは。はい、みなさんこんばんはね、みさわさんこんばんは、ふかさんこんばんは、かずえさんね、お疲れ様、ねこざさんこんばんは、うざさんこんばんは。あ、寒い。いや、ねえさんこんばんはね、さとさんこんばんは。はい、れいさんこんばんはね。はい、ありがとうございます。1個目、さとしさん、おめでとうございます。けいすうさんがいないと大丈夫ですねはい、みずけさんこんばんはね、いらっしゃい、ありがとうございます。皆さんね、今日はちょっとね、2箇所の予定でね、2箇所っていうかね、まあ、2個目がすごいロングになっちゃう。足腰、腰がちょっと痛いね、寒いから。はい、大阪さんこんばんはね。今日寒いね。箱根ですよ。今マイナス10度です。ブルドーさんこんばんは。マイナスさんこんばんは。2箇所だけど、その2箇所目がちょっとね、いっぱい歩くんだよね。マリナさんこんばんは。車庫止められれば、うん、はいね。あ、ひやちゃんこんばんはね、お疲れ様。ブルドーさんこんばんは。ご飯食べてました。はい、お疲れ様ですね、うん、あ、いかさんこんばんは。いかさんこんばんはです。怖いね、ここね。今から30年前ぐらいかな、うん、30年前、うん、30ちょっとだね、32年前ぐらいだね、うん、はい、ありがとうございます。カジさんこんばんはね。そう、ここから先は行けないんですよ、車で。今ご飯作ってる。はい、ランさんこんばんはね、お疲れ様。街灯ないよ、真っ暗、ほら、見て、街灯なし。そう、32年前に、まあ、事故が多発して結構亡くなったというか、だから二輪車死に行くしね。はい、早めさんができた、よかった、ブルゾンね。そういうことなんだね、うん、ハローさんこんばんはね、ワイヤさんこんばんはね、ありがとうございます、うん、今日ね、うん、だから二輪車ダメなんだよ。そう、前はガードレールでビッと収まってたんだよ、うん、そう、そういうとこです。はい、ミクさんこんばんはね、いらっしゃいね。そう、廃道になってるね、今ね。30キロ、昔の標識だな。ああ、昔の標識。はい、ゆるかさんこんばんは、どうもね。寒い、今日は寒いよ、寒い。タケノコ、これ霊園なんだけど、腰ちょっと痛くなってきたね、やっぱり冷えると、うん、フル装備着てるけど、もうちょっとしたら手袋しなきゃダメだな、うん、俺肩パした、うん、じゃあ開けたの。はい、開けた。はい、ゆきよさんこんばんはね、いらっしゃい、どうも。もうすぐ電池切れかな、電池切れかな。ゆきよさんこんばんはね。赤来い、来ないでしょ、一発目で。一発目で来ないか、さすがに。来る、今日来てほしいな。え、来ないよ、緑で。ああ、コタポ。ね、アリゴンさんこんばんは。コタポ黄色くない？そう、無理ね。うん、あれは次日曜日ね、予定ね。明日はなくなっちゃったんでね。うん、これが不思議なんだよ。なんだろう、これ。何なの？何これ。前もあったんだよ。うちもし、違うか。はい、シカさんこんばんは。次日曜日、そう。うん、そう、申し訳ないけどね、日曜日は多分10時頃ぐらいだと思うな。大河ドラマ見てからだね。大河ドラマね。そう、まあ、近場で ね今日はちょっと遠出してます、ちょっとね。大河ドラマ先生だね、うん、本能寺にあり。はい、田口さんこんばんはね。ここどこですか、ここどこでしょう。ここでしょう。まあ、峠ですね、簡単に言うと。昔有名な、まあ、神奈川県で今ナンバーワンの峠って言われてますよね。あ、そうなんですか。うん、だから来たの、うん、あれ、なんかない？なんか何これ、苦労してんの？何なのこれ。そう、あ、何あれ、どうせ開ける？違うな。そう、対岸見てからね、そう、うん、そう、そう、ここはね、 M 峠ですね、通称またの名前。分かるの、分かりますけどね、うん。はい、はい、レサーさんこんばんはね、いらっしゃい、うん、チャカさんこんばんはね、いらっしゃい。箱根だと思う。さっき箱根いたもんね、うん、さっき箱根いた。あれね、何気に箱根行ったけど車いっぱいあったんだけど、みんな帰りだったみたいで、うん、中空いてたんです、うん、お風呂の中は。高野さんこんばんは、あ、夜勤中すごいよ、夜勤ばっかやってんね、うん、すごいな。俺も夜勤中だ。手冷たい、寒い、手冷たくなるね、やっぱね、寒いね、寒い。
はい、A さんこんばんは。どうもね、いらっしゃい。失敗してもズボンさん入ってこないかな。持ってきてないの？でも大丈夫ですよ。持ってきてないの今日？でもほら大丈夫ですよ。全然持ってきた。上だけ、上だけ、いや持ってこなかったんでしょ今日。上だけ暖かかればいい、大丈夫です。はい、高瀬さんこんばんはね、うん、赤出るかな、出ないかや。欲しいな、今日赤飛び出たらやだな俺は。うん、そう、最近毎日のように出るからね、行けばね。もうほんと暗いね。あの、この明かりはない、うん、あっち行くとね、あの家があるんですよ。しまった。そう、家がある。景色だった。景色が、うん、白く見えるだけだった。そう、まあ事故はそこにあったんですよ。あの2個目のかあるじゃん、うん、標識、あそこだったんですよ、うん、あそこにあったんだ。あそこが、だからあの辺で、うん、バイクのね、あの、少年の霊が出ると言われてるんです ね。バイクの少年の霊が出るって、うん、そう。はい、久しぶり。はい、ルンパ。はい、皆さんこんばんは。どうもね、今のところいないな、うん、緑。うん、緊急宣言なのに大丈夫？何、なんで、なんで大丈夫の？僕これお仕事だから。お仕事。緊急宣言。僕これで生活してるからね、うん、ここ何もないしね、うん、緊急事態関係ないから、うん、だって皆さんも緊急事態で仕事してるでしょ、うんうん、夜の人もやってるわけじゃん、うん、そう、緊急事態に関係ないから。関係ないね。そう、仕事やんなきゃ生活できないから。援助してくれないとやらないよ、うん、うん、政府が。関係ない関係ない、だって仕事だもんこれ。うん、高橋さん、僕遊んでんじゃない、これ、これが職業だから。俺来た、来たよ、赤来たよ、赤来た、赤来たよ。肩も黄色じゃない？黄色、赤、赤、そう、赤来た。はい、ゆずらさんね、こんばんは。赤来た、いきなり。赤来た、いきなり。そう、高橋さんね、そういう意味、僕これが仕事なんですよ。そう、これで食べてるんでね。そう、皆さんも仕事してるんですよ、一緒なの。夜勤なんですよ、僕、うん、僕の仕事は夜の仕事だから、うん、仕方ないんですよね。赤来た、いきなり来たよ、ね、いきなり来た、よかった、うん、これで帰れます。そう、そうだね、シフト勤務です僕、うんうん、これが仕事だからね、うんうん、出してくれたらね、あの、ね、1日6万出してくれたらやめますよ僕だって、ね、まあ、行きませんよ当然。うん、ねえ、うん、助かるよね。助かる、助かる。出してくれなかったらね、仕事しなきゃだって生活できなくなっちゃう。相葉、うん、さんこんばんは。そんなね、コロナごときで、うん、かかってるやつがいけないんでしょ、うん、そう、簡単に言えば、簡単に言うとね、うん、消毒しなさい、もっと、うんうん、3分に1回消毒してください、かかった人は。はい、秋葉さんこんばんはね。そう、大丈夫だよ、あれじゃ、うん、直してかかないと。そう、なくなって食べれない。いや、僕もあれですよ、だからこれが仕事だから仕方なきゃって、腰痛いても、うん、やらないとほら生活できなくなっちゃうから。うん、あ、野菜大変でしょ今、うん、でもね、大変だと思う。うん、そう、温泉からの玉橋、温泉行ってきて、うん、もう移動して飯食って軽くね、うん、ね、あいみさんの子もね、言ったっけ、うん、そう、うん、寒い、寒い、あ、寒くなってきた、寒くなってきた。これ標識、昔のものなんだよ。あ、これ昔の標識なんだ。そうそう、昔の色はずれてるじゃん、本当だよ、うん、U ターンすんなよって禁止でね、うんうん、これ知ってます、駐車禁止ね、駐車禁止、この区間駐車禁止、うん、この区間 U ターン禁止、終わった。あ、そういうことだな、うん、上がね、 U ターン禁止なんだね。そう、 U ターン禁止、うん、うん、そうそう、仕事なもんだって、僕本当仕事だからね、うん、そうですよ、だって本当に仕事だからね、仕事だよね。もう本当、僕これが仕事だからね。そう、そう、遊びで行ってるわけじゃないからね。ああ、ならないんだ。そう、早川さんこんばんはね。そう、美穂さんね。そう、まあ別にね、そういうふうに思って自粛警察が言ってくれても構わないんだけど、僕はこれが仕事だからね。もしおまわりさんに言われたら、おまわりさんも今仕事してるでしょ、僕もこれで仕事してるんで、保証してくれるんだったらいつでも休みますよ、うんうん、って言ってあげますよ、うんうん、そう、あなた、あのおまわりさん全然消毒足りてないんじゃないって、持ってるエタノールって、うんうん、って言ってあげるよ逆に。だから俺はおまわりさんクラスターなんじゃないのって、うん、うん、はい、ゆみさんこんばんはね、いらっしゃいね。そう、そういうこと、うん、だいぶ変わってたな、ここもな、昔は行ったけどな。ありがとうね、ヨルさんね、うん、今赤一回出たね、でもね、赤出た、よかった。あゆこさんこんばんはね、カツさんこんばんは、
あ、警告来た。警告来た。濃いブルー、警告来た。濃いブルー。いるな。いる？うん。うん。いる。そう、元気してない。アレトネギさんね。そう。うん、赤出た。見逃したネギさん。今出たの。赤出た。一回、今は警告。一回出た。今警告。いる。また赤出るね。うん。いないな。今いない。ここはどんな例が出る？堀さんっていう例が出るの。堀さん。うん。そう、ここはね、堀さんっていう例が。違う。ここはバイクで事故だね、昔ね。うん、本当にすごかったんだよ、本当に。本当に。1週間で多分ね、6人ぐらい死んで。あ、ここ？うん、マジでやばかったの、ここ。なんで？いや、だから同じコーナーでみんな死んじゃって。同じコーナー？ 1 人が死んでからずっと。それで警察もやばくなって、本腰入ってきたんだよ。ドリフト的なことしてあった。いや、バイク、バイク、ここはバイク。バイクのドリフト、うん、ドリフトじゃないでしょ、バイクは。ドリフトじゃないの？バイクはドリフトできないっすよ。できないか。うん。バイクで事故するんだってこんなあったって。いやいやいや。ここでするの？これで。いや、これ、こういう風に見えてるけど、実はこれもっと違ったから。本当に狭くて、うん、本当にこう峠だったんだ、昔は。あ、そっか、うん。いるね。そう、いるね。いや、いるんだ。そう。ん？ん？来る？来るか。いやいや、これ F さん、これ変えちゃったの、これ。これ昔の路面は違ったのよ。そうそう、昔の路面も奥行き分かるから、一箇所残ってんの。あ、残ってんの？残ってんの。これ、あの、綺麗にしちゃ、綺麗にしちゃっただけなの、ここは。綺麗にしただけ。そう。昔はすごかったの、本当に。で、走れないようにしちゃったのね。うん、いい、そう。で、あそこのほら、標識あるでしょ。あそこのとこでカーブがあったんですよ。カーブ緩いじゃん。あそこで、みんな死んじゃった。あそこカーブあったの？そう、カーブだった。カーブなのよ。カーブあるの、うん、あれ。あ、カーブだね。カーブの本場ね。うん、赤っこい。結構ちょっと先っちょカーブになってんね。うん。そこで、おい。落としない？寒い。はい、伊沢さんね、こんばんは。丸野さん、こんばんはね。うん。石村さん、こんばんはね。いらっしゃい。うん、何？何なんだろう、これ。なんかやたら置いてないで。なんか栽培してんのかな？ちょうどあそこよ。捨ててんのかな。わかんねえ。捨ててないと思うけどね。はい、お父さん、こんばんは。走ってみて、いい、走れないと思うけど。もう腰痛いから。はい、ギレさん、こんばんはね。お疲れ様。寒い。今日5、今5度ぐらいかな。うん、東京より、神奈川どうでしょうね。今日は愛知県ですね。どうでしょうね。愛知県。愛知県の岡崎市にいます、今。うん、はい、皆さん、こんばんはね。うん。はい、皆さん、こんばんはね。お疲れ様ね。お疲れ様です。まあ、皆さん、こんばんはです。お疲れ様です。あ、ここに、ここなんですよ、ここ。ほら、カーブでしょ。もっときつかったんですよ。あ、ほんと。で、ぶつかって死んじゃってるんですね。あ、そっか。今はもう、ないんだよね。回ったんだよ、お墓みたいになったの。あ、お墓みたいな。うん、あるじゃん、ほら。花飾ってんじゃん。ほら、花あるじゃん、これ、明治だ。あ、ずっと一般じゃん。命日なんだ。で、ということは何？あ、ここでやっぱやってるんだ、ほら。あ、やってんだね。ほらほら。ある。命日、ほら、水とかあるじゃん。水とかあるね。お茶もあるしね。ほら。花も。ね、ここなんですよね。へー。ここに書いてあったんだよ。我が息子、ここに、ね、うん、18歳の永遠の、なんとかって書いてあった。16歳だっけな、16歳って書いてあった。そう。そうなんだ。あらきさん、こんばんはね。うん。だ、命日だったもん。命日。うん。今生きてれば48ぐらいじゃないかなと。あ、そんです。あ、そんぐらいなんだ。多分。ね。そうなんだね。うん。お供えしたんだね。お供えしてるね。花あるもんね。お墓とかほら、そういうやつがいたずしちゃってなくしちゃうから、うん、やめたんでしょ。新しいよね、これね。新しい。本当でしょ？うん。最近、そうだよね。新しいね。新しいよね。うん、だって水も濁ってないしね。このお皿何？お皿は多分これ好きな食べ物かだったら、ね、あげたんじゃない？あげたのかな。うん、ああ、うん、この上乗っけてね、多分。ああ、ゆくさん、スパチャありがとうね。うんうん、そう。あ、ナイススパチャです。そうだよね、明治来て最近だよね、これね。うん、最近だね。うん、じゃあ毎、うん、ね、ブロックしてね。毎年か月命日に来てるのかもね。いや、月命日じゃねえな。毎年だな。毎年かな。わかんないけど。毎年だろうね、きっとね。そんなないと思うよ、そんなしょっちゅうは。前なかったもんだって。うん、でもこれってほら、うん、
そんな古く1年は経ってないよね。1年経ってつい最近でしょ、これどう見たって。正月に来たんじゃないの、だから、うん、正月に来たんじゃない、正月に来てんの、ね、お皿の汚れ具合見て、うんうんうん、はい、風間さんこんばんは、どうもね。なんか今言わなかった、なんかどうしたん言った、なんか声聞こえたよ、声、声、声ふってなんか聞こえなかった、うんうん、サツさんこんばんは、はい、フレさんこんばんはね、そう、ふーって言ったらさ、ね、そんなような声が聞こえたんだけど、ふーって聞こえた、なんかこの人のお母さんだったかなんかじゃないの、違うの、お母さんだって死んでないから、いや、ちゃんちゃんがなんかのあれで、はい、セレさんこんばんはね、ケヤムさんこんばんは、サリさんこんばんは、また言った聞こえた、トカさん、タコのこんばんはね、また言った、うん、今声が聞こえた、なんかふーって言い合わせる、言ってないよ、知らん、止まっちゃうんだよな、歩き落としてないの、皆さんこんばんはね、いらっしゃい、今日息子さん見てますか、うん、うん、ふーって聞こえた、なんか今聞こえたんだよな、ねえ、なんかそんな言ってるね、うん、なんかふーって気を逃した、多分見てます、ビデオ入ってるかも、はい、大丈夫ね、うん、コロナに気をつけてね、奥村さんこんばんは、ね、大きくなったでしょ、もう、うん、だいぶもう、もう、もうすぐ、今年で2年か会ってないよね、だからね、うん、はい、ニコニコさんこんばんは、もう大きいでしょ、だいぶ、うん、やばい、なんかいる、うん、どうしたの、どこ行ってんの、日本に行ってます、ペタッパ黄色だった、赤いの何、赤いの、赤いの、赤いの、鼻じゃないのこれ、赤いの、赤いのこれ鼻じゃないの、赤いのなんだろう、鼻でもちょっと枯れてるよね、枯れてるよね、だから、うん、2、3週間ってとこじゃない、多分、うん、あ、なんかあるね、やっぱりあれじゃないですか、正月来てんだからね、これ正月来てんでしょ、多分、うん、ね、水と、うん、出てるね、赤い天気あ、これバケタンね、うん、すごい大きくなった、あの、うん、もう大きくなったんだ、うん、声聞こえました、なんかフーって聞こえたんだよね、え、そうかな、正月だよ、これ多分正月来てんだよ、うん、お供え、負けた買う、うん、負けたいろんなの出てきてるね、なんか儲け走ってるでしょ、絶対的に、うん、今だ売れるのはって、うん、はい、くまちゃんこんばんはね、いらっしゃい、どうも、ピントはねえな、ラーメン丼ぶり、なんかラーメン丼ぶりだね、うん、ね、うん、いくら3080円ぐらいになった、うん、3080円、ね、あなたが怖すぎる、これ なんか乗っけてたんだよね、うん、なんか乗っけてたんだよね、うん、汚れてるもんね、だいぶ汚れてるお皿ね、汚れてる、うん、でも乗っけて持って帰ったんじゃないかな、うん、でお茶と蜜だね、お茶と蜜、うん、花が枯れてるからやっぱそうなのかな、うん、ラーメンじゃないよ、これ多分お皿だ、お皿で、お皿で、うん、なんか乗っけたんじゃないかね、なんか備えたんだ ね、うん、んだね、アマゾンあるよ、うん、生々しいでしょ、うん、今聞こえたんだよな、だからここのね、うん、コーナー多分向こうから来たのかな、あ、そっか、向こうから、うん、こっちからじゃなく向こうから、こっち側だと当たる要素があんまないんだよ、あ、そっか、うん、あ、そっか、向こうから来た、そうだね、そうでないとおかしいね、うん、だ多分ここで亡くなってたんじゃない、うん、だから向こうから向こうからだ、滑っちゃってこっちに流れちゃってこうなったんじゃないかな、多分、うん、そっちからだと、うん、ここじゃないもんね、うん、で前ガードレールがあったから、うん、そこにガードレールで多分向こう側から走ってきて、うん、曲がりきないでぶつかってこう、うん、こっち側に体が流れてきてここで多分じゃないかな、そんな感じ、うん、そこ前はあったんで、ここにだからね、うん、多分うちの親父とか同じぐらいの年なんだろうね、両親もね、うん、うん、か確か16歳で亡くなってるからね、16歳か、そう、じゃあ免許取り立て、取り立てだ ね、そう、もったいないな、まあでもしょうがない、好きなことやってたんだから ね、うん、自爆はまあいないと思うけどね、うん、ただその時にね、やっぱりその一人が亡くなった時から立て付けに亡くなったの、ここ本当にそれでこう危ないってことになって、こう閉鎖しちゃったので、バイクをね、うん、
1週間ですごい亡くなってる、6人7人亡くなってるからね。すごいね。そう、みんなそのあたりの人だね。うん、そう、なるほどね。だから今から何年前よ、もう30年以上前じゃない、30年ちょっとで、32年前ぐらいだよ。そう、未成年。そう、だから1週間でそんなに亡くなってるからやばいと思うじゃん、警察も。だからもう二輪を通行止めしたの、うん、ここ夜間二輪禁止になったのね、日中もそうだけど。で、結局それでも通るから閉鎖しちゃったの、うん、あ、それでも通っちゃったの。通っちゃったから閉鎖しちゃったの、全部。うん、そう、早かったよ、だから、うん、もう本当に1週間、2週間で、うん、もう通行の入れなくなってしちゃったからね、うん、そう、一輪車で行こうというか、車も通れなくなってたからで、新しい道路作っちゃったなっていう、うん、そう、あ、そうなんだ。うん、ね、もらったのかもね、うん、なんかね。そう、で、こっち側ちょっとまた戻ってきますけどね、うん、ちょっとこっち行ってみましょうか、うんうん、自転車歩いても行きますよ、うん、だからここ二輪はダメな、入っちゃいけないんだよ、うん、うん、そう、二輪はダメなの。まあ、車とは当然入れないから、うん、通行止めになっててね、だからすごかったもん、ここ、うん、本当に、うん、うん、この後これだよ、多分ね、これ電池昔からあるもんね、うんうん、これ擦れてない？ほら、あ、なんか擦った跡なんじゃない？ほら、擦れてる跡あるよ、なんで？だからぶつかったんじゃない？なんでこんなとこで擦れんの？だからぶつかったんでしょ。そっか、ほら、ぶつかったんじゃない、これに。ここに何かガードレールあったような感じするんだけどな、なかったっけな、もう三十何年前だからな。はい、松田さんこんばんはね、いらっしゃいね。うん、まあ16から18の人がほとんど亡くなってる。僕もその辺だったからね、その当時、うん、寒い。うん、ここで爆弾反応しなかったんだよな、この辺なのかな。何時まで、何時まで、あ、濃いブルーだ、濃いブルーだ、また濃いブルーだ。何時までやるかちょっと分かんないけどね、うん、予定では次のとこがちょっと車の車庫に有料駐車場止められれば、うん、少しちょっとロングで、そこね、結構あるんでね、うん、1時間半か2時間ぐらいやると思う、それで終わりかな、多分。うん、うん、まあ、そこまでに一応7キロぐらいだから次のとこはね、で、K2 さん送って帰る感じかな、うんうん、今日は。たつさんこんばんね、だからまあちょっと12時近くまで行っちゃうんじゃないかな、やっぱりその、うん、下手すると11時とか12時とか、寒い寒い寒い、神戸来て、神戸お金出してくれたらね、うん、予算がない。バケット何種類なんだろうね、4種類ぐらいあるの。もう古い塗ってないでしょ、うん、カイと、今日はあの、今日はね、うん、愛知県の岡崎市に青いやつで、これなんかすごい、ほら、くねくねになってるでしょ、ほら、ほんとだ、くねくねなってる、古い昔の、ほら、古いの、ほら、ほんとだ、古い昔のね、これ昔のやつですよ、看板、うん、なんか不気味だね、うん、この看板。京都来てた、京都来たら、京都18万かかったの。こんなのあったんだ。高橋さん、18万使っちゃったから、もうお金ないの、今今月は。うん、斜めってる。皆さんこんばんは。そう、神戸行ったらお金もう破産したよ、僕。長野県ね、またね、そのうちね、うん、ちょっとお金を食べなきゃと、ちょっと、うん、皆さん買ってくれないんだもん、だって、その買ってくれる人たちはいないから、うん、そう、買ってくれればまた行けるかもしれない、うん、ね、うん、はい、こんばんはね、うん、どうもいらっしゃい、こんばんは、花さんこんばんはね。そう、皆さん買ってくれたら、うん、協力してたら行ける可能性、うん、はい、熊川さんこんばんはね。そう、うん、ドルさん非常事態だから関係ねえって言うの、みんな。だから何非常事態宣言って、だって今まで出てるじゃん。だから非常事態宣言、なんかあのパチンコやんないもん。非常事態宣言か、なんかあんの。うん、関係ないって関係ないもんね。そう、うん、買ったから京都行こう、うん、京都行きたいんだけど今行けない。4月頃行きたいな、また。うん、だって今京都行ったって何もないじゃん。はい、サンキューね、ジャパニーズゴーストライブ。うん、そう、
緊急事態宣言も、うん、もうそれ NG 入れよう、うん、うざくてもうそれブロック入れたらブロックされるの自動的うん、じゃあ緊急事態宣言だったら皆さんも仕事しないでくださいってなっちゃうよ。そうだよねそうマジで、じゃあ皆さんもなんでじゃあ緊急事態中に仕事するんですかってなっちゃうよ、うん、そうでしょ、俺も仕事だから僕ね、うん、そう NG にしようかな、一発でもうぶち込むんじゃん。あそこだけ何で明るいんこれね、とほら、うん、携帯の電波だからあそこ住宅なんです。あ、絶対じゃないですか。そう、はい、始めました高橋誠さん、こんばんは、ブリックさんね。そう、まだみんな自民党洗脳されてんだな、ねうん、クソ自民党に、翔平さんいらっしゃいね、どうもね。そう、はい、田野さんお疲れ様ですね。いないか、なんか音鳴ってなかった。音鳴ってない。そう、負けたんきれい。はい、田野さんこんばんはね、うん、そう、お仕事、お仕事だって別に俺本当にお仕事だもん。だってそうでしょ、僕ほらやってないからね仕事ね、これ、うん、そう、これがお仕事だから今ね。ふみさんこれがお仕事だもんね。そうそうそう、うん、何買えばもうあのグッズとかね、あのブルーレイ DVD とかステッカー、うんね、よろしく。ステッカー今もないんだけど在庫ね。温泉行ってきた、治療してきた今、うん、うん、そう、やめた峠は関係ないでしょ、うん、緊急事態宣言ってなんかみんな見るけど本当にあれなんだね、おバカさんだなと思ってだって緊急事態宣言出てても映らない人は映らないでしょ。映らないね、うん、何が足りないのったら消毒なんだよ。映る人は消毒が足りてないんだって、手洗い消毒が。だから皆さんの手は汚いのね、汚いから、汚い手で口に触るから映っちゃうの、うん、コロナね。ちゃんとしてればそう簡単に映らないんだから、そう、ビビることはないんだよ。ちゃんと予防だけやってれば大丈夫だから、うん、もうどっかでね買い物行ったらカゴも消毒する。もう俺も仕事中で靴とかも絶対消毒しないでしょみんな、ね、ほら毎回毎日そう、靴とかも家帰ったら消毒だよ、もうマジ本当に。いたのでシュパシュパ。そう、これがね、その昔の当時の路面。ああそこ、ここだけ残ってる。あ、ここだけ残ってんだ。そう、これが昔の当時だったんですよ。ああわかる、これ、この部分だけ、ここの部分だけね、うん、この部分だけまだ残ってるんですよ昔のまま、うん、だから高かったんだね。あ、そうだね、高いね、高かったよね、これ低くなってるもんね。低くなってる、うん、そうそう、鼻くそ落ちてるね、なさん、ダメだよ。これが昔の峠だったの。わかる、俺、減速帯があって、これが昔の路面だったの。これ。ここが昔のね、その三十何年前の路面ですよ、うん。これ。これで走ってたんですよ、みんな。これ、ここでね。こう減速帯になってて。この作り方が同じ？同じ、同じ。え、なんか道、なんか、ところどころがなんか、あ、ガードレールあったはずなんだよ、ああいうふうに。ああ、うん、ガードレールもあったはずなんだ。そう、で下がってるけど、うん、ここだけ全く、あそこから向かいまた違う、ね、違う、違う、作ってたから新しい、ね、うん、これもっこりしてるだけ、ね、ここだけ作ってない、前のままなの。前のまま、うん、なんでここだけ残したんだろう、わかんない、それは、うん、そう、こういう感じだったの、東京はね、昔はこういう道路があったんですよ、ここで走ってたんですね。そう、久しぶりでね、そう、あ、やってんだね、今ね、撮影、あ、やってるわ。え、教師、教師いるぞ。え、なんで教師いるの。教師いるの。あれ、いるじゃん、教師。あ、やべやべ、教師様の通りだ、チリンチリン。サビさん、こんばんはね、お疲れ様。ほら、これね、これが昔の道面ですよ。これもそう、昔のままだ、ほら。ああ、昔のまま。あったんだよ、やっぱりね。あったんだね。うん、ほら、うん。そう、ここまでだね。だから、いかに、低くしちゃって。何今一回したんだよな。やっとしてる。すごい、パンパンいってるけど。パンパン。ここ何、公園油断器。ほら、え、また行ってる。何、何、何、この。何落としてんの。すごい、ね、落としてる。え、何の音。そう、ここまでガラだから昔の路面だったんですね。お、なんかいる、タヌキいる、なんかいるの、なんかいると思う、物がいるし、なんかいる、落としてるね。
落としてるけど、なんかいる？なんかいそう。まあ、この先行くとね、電波悪くなっちゃうんで。あ、そっか。そう。ここでまあ U ターンしますけどね、そう。お？なんだろう、ラプン。何？何落とし？鳥？こっちは鳥かなんかか、うん。鳥だね。なんかやってない？なんかやってない。マリとかやってない？うん、そこの公園で。なんかやってない？うん。誰もいない、誰もいない、誰もいないよ、これ誰もいないよ、え、誰もいなくね、今してるよね、え、誰もいないんだけど、音してるよ、なんで、え、公園あんの、公園ないでしょ、公園なのこれ、でも公園っぽいけどな、公園かな、あ、公園だね、公園だ、ここは初めて、うん、そこ家があるんだよね、ここ家だ、家のとこはすごい明るいよね、うん、そう、うん、ここから家なんだよ、ここ住宅街なんだよ、住宅街ね、うんうん、公園だね、あ、公園だ、あれじゃないですか、誰かいるわ、誰かいる、父さん、うん、人いる、いる、うん、話を歩いてる人、うん、歩いてる、うん、人がいるみたい、なんか人が、あ、先生こんばんはね、お疲れ様ーって、ね、あ、これちゃんと書いてた、でも見え写真の金水でしょ、うん、ほら先生、入ってきたの気がするんだけど、ん、こっからそう、向こうから来ないかもしれないけど、散歩してんのかね、うん、散歩してっかな、ほら、そこでしょ、先生さんこんばんは、こういう感じで峠があったんですよ、これ昔ね、うん、それを削って今こういう風に綺麗にしたのね、こうだけね、やってんの、うん、なんかやってんのかもね、すごい、でも静かだね、静かだね、いや、風がなくてよかったな、うん、そんな風がないから寒くない、ね、うん、だこの辺りが一番ね、 S 字がすごかったよね、うん、こういうコーナーが、あー、そっか、うん、だからこういう風に来たんじゃないかな、うん、で、普段ぶつかって鼻飛ばされて、さっきのところで死んじゃったのかなって感じだよね、うん、亡くなったのかなって、一人でもよく行ったよ、ここ人、お、なんだあれ、あれ何あれ、ライトアップだよ、ライトアップ、うん、ライトアップしてる、なんだろう、あれ、あれ、江戸城だ、江戸城、うん、え、ここ江戸城ね、見える見える、江戸城できたの知ってた、東京の方、最近して今多くもあるらしいよ、江戸城、ガラミットなんか起きそうだな、わかんないな、上がったらねえ、これ移設したらわかんないですよ、シーンとしてるもんね、うん、どうだここ、わかんないでしょ、わかんないですよ、今のわかんないの、みんな、みんなわかってないんだ、わかってんの、言わない、言わないよ、言わない、うん、吉原はないみたいですね、うん、江戸城関係ない、多くがあるんで、うん、うん、分かんないんだ、うん、こんだけヒント言ってんの分かんないんだ峠って言って、うん、私は知ってます、はい、言わないでね、やつね、うん、ここ結構有名ですよここ結構有名ですよ、ここ結構有名、あ、有名ですね、うん、ここはかなり有名ですよ、うん、いるかな、いるかな、いつものところだ、ちょっと今日は遠征してきてるって、うん、峠小田原城、ブー、いないか、七曲り峠、ブー、なんとなくさ、話しかった、山田さんこんばんはね、いらっしゃいね、話分かった、うん、箱根のところ特定した、サビさん、あら、特定されちゃったか、場所分かった、うん、結構遠くしたんだよ、うん、そう、分かった、バイク事故現場、そう、あたり、バイク事故、そう、うん、うんうん、捕まってた、ざまみやがれて、ほんとにね、なんでそういうことやるのかね、死刑でいいよ、うん、ね、そういう文化財やるんですもん、ムカつく、許さないよ、よかった、そう、ここですよ、ここ、ここにぶつかったんじゃない、だから、あ、あ、かもね、うん、そうだね、
はい、須賀さんこんばんはね、お疲れ様。傷った後あったね。うん、で、ここぶつかって、こすった後があったから。ぶつかってポンって離されるぞ。ほら、ちょうどいいじゃん、いい位置じゃん。あ、ちょうどいい位置だ、ほんとだね。ボンって言って、飛ばされ、飛ばされるでしょ。うん。うん、いやないにやさん、あるとね。わ、うん、かんない。有名ですよ、ここは。うん、気づかったもん。旧全場ブー。全く分かってねえな、熊さんは。カーブ。うん、あそこ見て、ほら、跡とかあるじゃん。あるね。うん。あ、ジョブさんこんばんはね、いらっしゃい。ほら、跡とか、これ、これ、この辺の。これ燃えた跡でじゃん。燃えた跡なのかな。これ燃えた跡でしょ、ほら。ここだけ黒いじゃん、だってほら。ここだけ黒いね。バイクは燃えちゃったんだよ、これ。ほら、うん、これそうでしょ、ここにぶつかって燃えちゃったんだよ、多分、うん、ね、ほら、だって色が違うじゃん、だってここだけ色違うね、こんだけ汚れないでしょ、ここだけ、うん、他汚れてないよ、だって、うん、うん、ヤビス峠、ブー焦げてるでしょ、ほら、ほらそうでしょ、これ絶対、うん、ほら、だってこれ、全然ないじゃん、ほら、え、いないよね、人ね、いない、ほら、あ、やっぱここだ、すごいね、だから燃えた後だと思うの、これ多分。あ、もこさんこんばんはね、いらっしゃいと思うね、うん、いらっしゃいと思うね、いらっしゃいです、うん、そう、バイクが炎上したんだよ、うん、やばい、そうじゃないんだ、電波ないそう、うん、ね、不自然ね、不自然で、これちょっと擦ってる跡があるんだよ、これ、ね、ここほら、なんかほら、擦ってるでしょ、ほら、で、これ燃えちゃったんじゃないかな、うん、ここで。そうすると、セオリー的にわかんじゃない、うん、あ、ゆうさん、こんばんはね。そうね、事故後じゃないかな、多分。もうな、燃えた後じゃないかな、多分、うん、なんか、そんな感じがするね、うん、うん、で、ここでね、そこで、ほら、ちょうど角度的にいいもんね、うんうん、はい、ドクさんこんばんはね、お疲れ様ね、だとあとそこそんなに汚れてないんだよ、うん、この辺だけなんだよ、汚れてるの、あとほら、そんなに汚れてないでしょ、ほら、うん、黒くなってないじゃん、そんなに、ここまではカビか、それともあそこだけ、うん、うんこ漏れそう、わかんないけどね、うん、でも草がちゃんと刈ってるね、そう、草がね、うん、前はすごかったもん、この辺とかも、雑草よく買ってるんだよ、ここ、うん、だ、危ないからね、ここね、落ちちゃうからね、うん、よく買ったね、これね、下まで、いや、買ってねえな、これな、下は、多分落ちちゃうよ、これ、うん、前、金目あったんだよ、ここに、あ、金目あったの、そうそう、金目あったの、落ちないように、金目落ちちゃったんじゃない、多分、うん、これだけ伸びて、あ、スパちゃんね、ありがとうございます、うん、今日さん、すいません、ね、どうもね、で、あそこですよね、ほら、花束置いてある、うん、買ってるよね、うん、この辺は買ってると思うよ、でもほら、もう路面きれいにしちゃってるからね、前回とは違うからいや、前、昔フェンスあったの、金網があったの、それを取っちゃったんじゃない、全部あったんだけど、取れちゃってる、だからそれから危ないなと思ってたんだけど、ここ、結構スパちゃんね、ありがとうございます。すみません、本当に。ナナさん、こんばんはね。いらっしゃい。監視、うん、うん。はい、ニコナさん、こんばんはね、うん。いらっしゃいと思うね。うん。はい、ナナさん、こんばんはね。いらっしゃい。今、事故現場ですね。前はなかったもん。泥草で行った時なかったもん。なかった。ほら。僕、泥草で来たんだっけ？来た。来た時なかった。なんで上司なの？クロさん、分かってないでしょ、全く。峠って言ってるじゃん、峠ってはい、カモさんこんばんはね、お疲れ様だと思うね、いらっしゃい、黄色が出た、黄色が出た、いるかな、うん、上がれる？本当？黄色、さっきね、赤出たの、うん、1回出た、最近じゃない、もう30何年前だね、
まず黄色。え、ダブル黄色だ。ダブル黄色。赤出た、最初に。最初に。でも、ここは場所なんだけど。そう、ダブルで。緑だな。うわ、ずっと、なんでそっち行くの、焦らせないでくれよ、うん、いきなり喋るから、鼻息が出たからね、もう喋ってない、うん、黄色だ。ね、ありがとうございます。だ正月に来たんだろうね、多分。石とか持ってるもんね、うんうん、ね。でもここに反応しないんだよな、うん、うん。赤見たかった。はい、マサさんこんばんはね。アブレドレでありがとうございます。どうもね、よかったです。どうもね。誰も通らないかって言うじゃあ誰も通らないじゃないで、事故が多いから事故が多いからこれ通れないようにしちゃったのね。撤去じゃないで、うん、そう、事故が多いからあのもう車とかバイクは通れないようにしちゃってるの。バイクは通れるんだけど、うん、一応二輪禁止なんですけど、うん、危ない。二輪が一番事故多かったの、うん、うん、そう。暗いとこですよね、今のね、うん、こんな感じですよ、暗さも、うん、そう、こんな感じ。あ、奈々さん、スパちゃんね、ありがとうございます。すいません、どうもね、いつもね。はい、松田さんこんばんはね、いらっしゃい、お久しぶりですね、どうも、うん、ね、スパちゃんありがとうございます。こっち側もいいのかな。え、こっち側も、うん、写真撮ってる。写真撮ってない、撮ってないでしょ。全然撮ってないでしょ。そう、全然あれだ、あれの夢中で撮ってね。撮っとこう。手袋が違う。好きなこれ、うん、よし、ラーメン、うん。いや、もっと昔はね、ほんと峠もすごい、路面も悪かったからね。いますかね。うん、こんなにいないかな。どうだろう、黄色だ、うん、赤が、赤さっきあっちかなったもんね。ん？なんか音してない？動物いいのかな？さっき音してたもんね。うん、ええ、おら、もどもどしてるよ。
猫じゃないかな、前猫いたもん、うん、猫じゃないかな、多分レッドケースこんな感じ。はい、テスさんこんばんはね、いらっしゃいね。大丈夫、真っ暗でしょ。動物っぽいね。いや、幽霊もこう簡単じゃないよ、うん、キャンとか聞こえた、マジ、うん、ね、真っ暗でしょ。墓場あるよ、近くに。うん、さっきね、バケツの中のとこ穴になるんだよね、うん、数値どうなんだろう、数値、あ、そう、数値、数値いるかな。うん、はい、次郎さんこんばんは、いらっしゃい。あ、でも黄色だね、線いってるね、今線いったな、ほら黄色で、ほら、やっぱあそこだね。うん、赤一回もう出ちゃったね。うん、赤一回出ちゃったんですよ。姿出しよ、そう、姿ってなかなか出てない。なんかすごいね、もう落書きとか30キロ通りですよ。うん、いないかな。まあでも風がないから救いだな、まだな、うん、風がないから、うん、気温は低いけど、うん、風がないからそこまで ね手袋しなきゃいけないっていうぐらいじゃない、これは、ね、俺もそう、さっき捨てたの、捨てるけど、ね、今大丈夫、今大丈夫、うん、そうだよね、うん、なんだかんだここやるだけでも1時間ぐらいかかるんだよね、うん、そう、なんだかんだ1時間ぐらい、そう、風がないし静か。前はね、結構人歩いてたんだよ、最近歩かないね。うん、いや、もう成仏してると思うけどね、ただそれは噂だけだと思うよ。うん、だってね、まあでもなんかほら、立て付けになくなったっていうのは現実だから、本当に何かあったのかなっていうのはあるけど、うん、静かだよ、こんなおさん、女性は危ないですよ、こういうとこは、うん、ね、パイプか。でもほら畑、ほらほうきとかあるんだよ。だから定期的にやってんだよね、多分ね。この自治体の人が多分。うん、でこの辺行ってんだよ。人で歩けないよね、危ないからね。うん。まあでもこっちとかね、そこも暗いけど。霊の前の方が怖いけどね、絶対的に。そうだよね。絶対怖いと思うけど。うん。うん、雲多いな。一、うん、人やばそう。まあ一人、まあ女性の一人は危ないと思うよ。うん、よくほら心霊でも女性一人やってるけども、ね、本当事故起きなきゃいいなと思ってるけどね。うん。うん、いいえ、マスコさんね、歩けない、うん、うん、はい、高橋さんこんばんはね、お疲れ様、いつもありがとうね。今日ちょっと早めにね、ちょっとやってます。うん、そうですね、今日ケイスさん送んなきゃないんで、そうですね、基地に送んなきゃないんで、基地、そう、今日基地まで、うん、そう、ナオさん美人でしょう、うん、うん、そう、山賊そう、VW さんがいそうだけど、うん、うん、山賊ブイザブさんいそうだけど竹すげえな、これ何ですか、あ、竹でこう横にしてんだ、うん、すごいね、これ ね器用だね、穴開けて ね、うん、だから端っこにこう、うん、こういうね、あったのよ、こう金網が、うん、あ、そっかそっ か全部落ちちゃったんだよ、あ、そっから落ちちゃってんだよ、ほら、うん、でそれまで出せないんじゃない、実際も、うん、落ちちゃったのを直すのはちょっと難しいんで、お金かかる、相当かかるから、なるほどね、うん、
でその時の幽霊見たこと昔ね、なんかねうっすらとね取りつかれた時は、うん、今から7、8年前ぐらい、うん、うん、そうで大体死んでやって3年以内に見るっていうよね、うん、そこで辞めちゃう人は辞めちゃうんだよ、うん、うん、僕らも辞めなかったんだけど、うん、そうすごいことだっけね、うん、もうね、で、ここまで作って今度こっちで作るんじゃない、うん、竹、ほら、これもあるじゃん、ほら、うん、職人だな、苗木にほら、ここ畑だよ、畑、あ、土葬だ、これ畑、土葬、森土じゃん、森土だ、これ土葬じゃないよね、まさか、うん、まさか土葬ってわけじゃないよね、土葬じゃないよね、で、なんでこんだけ棒持ってんの、土葬じゃねえの、なんか野菜作るのね、野菜こんなの盛るか、こんなの盛るか、だって土葬、だってこんな野菜盛る、でも土葬でもさ、ここ、うん、これだけ棒立てない、棒立てないよ、土葬ないよ、あとは当たる、あるな、だってこんな畑積む、山にする、こんなに盛る、こっち見て持ってないんだよ、うん、これ3体眠って、4体眠ってんじゃん、6体か盛ってんのかな、だってこんな盛らないでしょ、盛る盛る盛るなのこれ、盛る盛るな、盛って何すんのこれ、うん、うん、じゃない、なんか作ってんじゃないかな、これここにほら木をプッて塗ったら土葬じゃん、完璧に、うん、刺してたら木ピッと盛る、自然薯みたいなの作ってんじゃないですか、ここに木をポーンって出したら絶対土葬だと思うよね、思うよね、ネギ畑なんだ、だってこれにあのでかい木をちょっと立てたら絶対土葬と思うでしょ、みんな、絶対的にネギなんだよ、ネギなの、だって田舎ネギ作ってたけどこんなことしなかったな、そう、梅沢と畝を作るの、そうなんだ、こう木を立てたら土葬でしょ、だって完全に、畝って何、畝って何だろう、ねえ、ここは竹がすごいからここから取ってんだよ、ああ竹ね、うん、竹の子があるんじゃないの、竹の子、うん、ほら竹切ってるじゃん、ほら、ああ、ね、竹切ってんね、でかいやつはちょっとほらね、アメさん、佃煮ね、うん、ステッカーよろしくお願いします、うん、できれば2月いっぱいぐらいでお願いします、3月中に発注したいなと思ってよろしくお願いします、まあ早ければ早い方でいいんですけど、お願いします。よろしくお願いします。うん。あ、土持つんだ。ネギ、さつまいも系は。あ、します、盛り土。なんとかよろしくお願いします。すいませんね、いつも、マジックさん。忙しいところね、すいません。マジックさん、大丈夫ですか、今のところコロナは。はい、お休み、もう寝るの、まだ9時です。お休みなさい。うん。黄色、うん、ね、いないかな、ネギの、あ、今のところ大丈夫、よかったよかった、気をつけてくださいね、マジックさんね、うん、畝って盛り土なんだ、うん、うん、早すぎ、あ、あかねさん、スパちゃん、すみません、いつもありがとうございますね、申し訳ないです、本当にね、お疲れ様です、どうもね、あ、一応送っときましたんで、娘さんの名前のところでね、入れてありますんでね、いつもすいません、本当に、え、なんか落とした、え、なんかいる、あ、人がいた、暗くて大丈夫なのかな、はい、こんばんは、サムさんね、いらっしゃい、はい、島さん、お久しぶり、お元気、お仕事は大丈夫ですか、もう終わったから8時だからね、お疲れ様ですね、8時だもんね、うん、今歩いてた、人がいた、サラリーマンでね、そういうのね、私見てた、うん、よくあんな暗くで歩くの、ライトなしで歩くな、まあ、慣れてんだろうね、そうだよね、うん、で、見ちゃうんだろう、多分そういう人が多分見ちゃったよと思って、うん、あ、普通だとこんな暗いとこ歩かないよね、え、家があの辺なんだったから下までバス乗って来てるじゃん、あ、そっから歩いてる、うん、多分歩いてる、うん、いや歩かないな、もう傷だらけ、これ標識、うん、ねえ、秋葉さん、これからコンビニの夜勤、あら、お疲れ様、ほんとしましたね、頑張って、無理しないようにね、風邪ね、ひかないように、コロナも気をつけてね、お願いします、
疲れ様ですね。働きすぎた志村さん。そうね、お願いします、ウォーキングしてんの。ウォーキングもう俺やんないもん。すごいでしょ、やんないであんだけ歩くんだよ俺、ね、すごいでしょ。逆にだから言ってんの俺。すごいでしょ、だって俺よりすごいって言うだから。逆に考えたらケイツさんは毎日やってるわけじゃん、でも俺はやらないで あんだけの。高橋さん、スパチャありがとうと思う、いつもね、すいません、ありがとうございます、スパチャね、皆さんどうもありがとうございます。スパチャありがとうございます、ありがとうございますね、どうもね。すごいと思わないでもあれはね、だからいつも言ってんじゃん。この間60何キロですから ね、すごいよね。約3週間ぐらいで復活してきたからね、やっと。だって普段歩かないから。5日間で俺が歩くより歩いたもん。すげさん、こんばんはね、タモさん、さん、本日はね、ここはどこかというと、あの世の峠と言われてる場所で、以前ここでね、バイク事故があった場所だったんですね。ここは神奈川県の最高は神殿スポット、丸々峠でした。どこでしょう、まだ分かってないからね、熊さんに内緒で。知らない、ここ。そう、首なしライダー出るって噂もあるんですね、まあ出ないけどね。あやこさん、こんばんはね、いらっしゃい。丸々峠、知らない、ここ有名ですよ、ここは。ここね、今でもどっかの、あのサイトで一番、神奈川で一番ですよ。よかったらチャンネル登録ね、よろしくお願いします。今度日曜日生放送です。次また行きますけどね、ここ有名ですよ、知らないの、くまちゃん、まだ。そう、なんか分かった、何じゃあ、まさん、中さん言ってくださいよ。いいとじゃないか、ヤビス峠。はい、マスコミさん、ブー、外れちゃったら罰ゲームですからね。はい、あー、犬鳴きもね、分かったかも。どこ、じゃ、外れた人罰ゲームですからね、これからね。いや、神奈川県民でも分からなくても分かるよ、乗ってるもんだって、ここは。じゃ、中さん、何、じゃ教えてください、いいよ、言って。どこでしょう、はい、分かった人言ってください、どこでしょう。緑山峠。はい、坂本さん、ファイナルアンサーいいですか、間違えたら罰ゲームですよ、いいですか。真鶴峠。はい、ブヨさん、ファイナルアンサー。近くにスタジオあるか分かりません、それ言えませんね。神奈川県民ですよ、分からない、あら、分かんないの。ファイナルアンサー、はい、ブヨさん、ブー、残念。はい、坂本さん、ファイナルアンサー、正解。はい、ということで緑山峠でした、皆さんお疲れ様でした。ね、有名です、ここは。はい、ビデオさん罰ゲームなので、この後罰ゲームのあります。今からエタノールを1本飲んでください。パーって、嘘です、死んじゃいますね。逃げろって、分かんない。ここ1年以内にね、ロングソーで来てないよ。来てる。その時はなかったよ、花は。ね、そう、ここはね、そう言っちゃうね。ここが前入れたんだよ、こう夜ね、今入れなくなっちゃったけど、昔は入れたの。昼間も入れなくなったの。昼間入れるでしょ。昼ダメだった。そう、夜入れなくなっちゃった。そう。あ、でもこれどうですか。いや、歩いて入れるじゃん。歩いて入れるんだよね。いや、車で入れたの、昔は。そっか。そう。ね。もっとフェンスあったね、そう、今落ちてたの。今近くにいたんだよな。